こうですね。素材の味がですね、すごい生きてます。鶏肉のですね。皆さん、こんにちは。ということで、今日も料理やっていこうと思うんですけれども、今回使う食材がですね、こちら鶏もも肉ということで、やっていこうと思います。鶏もも肉って聞くと大体唐揚げですかね、唐揚げが一番最初に思いつくようなレシピだと思うんですけれども、今回ですね、そんな鶏もも肉を使ってもうすごいシンプルで簡単です。やり方さえ覚えてもらえれば、すごいシンプルに美味しい鶏もも肉をですね食べることができますんで、ぜひ最後まで見てもらってですね真似して作ってみてほしいなと思います。ということで、今回ご紹介していくレシピがですね、バターレモンソースで食べるパリパリチキンステーキということで、こちらでやっていこうかなと思います。で、材料紹介なんですけれども、こちらですね、鶏もも肉、1枚使ってますこれと、長ネギですねの白いところ白い部分だけを今回使ってます。これ1本ですね、こちらすごいシンプルな食材なんですけれども、めちゃくちゃうまいんで、本当に作ってみてほしいなと思います。で、この長ネギですね、長ネギはこちらソースの方に使っていきますんで、後から上からかけるやつですね、そちらのソースの方にこちら長ネギを使っていきます。そしたら、最初に長ネギを切っておきますね。長ネギはですね、みじん切りです。みじん切りで切ってもらって大丈夫です。こう下までですね、切ってしまわない、途中で止めるような感じで、で反対を向けてまた途中で止めるような感じで、こんな感じですね、これで全部ネギはやってもらえればいいかなと思います。ブンブンチョッパーお持ちの方はですね、そちらでやってもらった方がすごい早いですね。はい、そしたらネギがこんな感じですね、大体のみじん切りでもちろん大丈夫です。はい、そしたら次が鶏もも肉ですね。鶏もも肉の処理をやっていくんですけれども、これ鶏もも肉何をしなくちゃいけないかっていうと、分厚いところ薄いところっていう風にちょっとムラがあると思います。これをですね、火の通りを均等にしていくために、少し切り込みを入れて開いてあげるというイメージですね。この分厚いところを見つけて、少し切り込みを入れると、で開いてあげる、分厚いところに切り込みを入れて開いてあげる。これでですね、全体がまず平らになるように少し全部を開いてあげますね。もちろんこの筋とかですね、こういうのが気になる方いらっしゃると思いますんで、こういうのは取っても大丈夫です。で、取らなくても全然問題はないですね。自分はちょっとめんどくさいので、いつも筋は取らないでやってます。均等にするっていうのは結構大事なんでですね、厚みを均等にしてあげるっていうのがですね、これはやっといてください。もうこの繰り返しですね、全部均等になったかなぐらいで大丈夫です。最初と違うと思うんですけど、平らですよね。ボコボコしてないというか、このような状態にまずしてあげます。はい、そしたらですね、こちら表面に、裏面も表面もですね、塩を振っていきます。塩がですね、大体 1% っていう風に言われてるんですけれども、 200g であれば 2g、 300g であれば 3g っていう風になってますんで、測りがある方とかはですね、そこまで慎重に測ってもらってやってもいいのかなと思います。を、表面にですね、こうパラ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 ーっと振ってあげます。で、こっちですね、この皮目の方も、で、皮はですね、これしっかり伸ばしてあげてください。焼き目にもムラがついてきますんで、これがですね、しっかりこれ皮を伸ばしてあげる、これもポイントになってきます。で、こっちの面にも塩を振ってあげます。パラ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 ーっと。はい、そしたらですね、鶏もも肉の処理も一応これで終わりになります。気になる方はですね、筋まで取っていただいても大丈夫です、もちろん。そしたらこちらをですね、フライパンで焼いていくんですけど、このフライパンで焼いていく工程がですね、一番大事になりますんで、続きもですね、しっかり見ていただけたらいいのかなと思います。はい、そしたらフライパン、まずオリーブオイルをひいてもらうんですけれども、こちらまだもう何も熱してない状態ですね、熱してない状態のフライパンからスタートするっていうのが結構ポイントになってきます。そしたらオリーブオイルひいていきます。結構多めで大丈夫なんですよ、これも。鍋底にしっかり溜まるぐらいですね、多めで大丈夫です。で、こちらに鶏肉を入れていくんですけれども、まずなぜ火をつけないか、まだですね、これなんでかって言いますとですね、いきなり熱したフライパンに、鶏もも肉をこうやってジューって焼いちゃうとですね、鶏肉がですね、ギュッとこう、縮んじゃうんですよ。そういう意味も
あってですね、縮ませないようにしっかり、まあ、ゆっくりですね温度を上げていって、鶏肉のですね、縮みを防ぐという意味でやってます。はい、そしたらですねこちらまだ火つけてないんですけれども鶏肉を置いてあげます。で、今ですね、入れるときに皮目の方から入れたと思うんですけれども、鶏もも肉はですね、まあ、鶏肉なんですけれども、焼くときは皮目の方からじっくり火を入れます。で、こっち側はですね、まあ、気持ち火を通していく程度、まあ、大体8対2ぐらいの時間の割合でよく言われるんですけれども鶏肉はですね、まあ、皮目をしっかりパリパリに焼いてこっちのですね身の方、もも肉の身の方をですねゆっくり火を通してジューシーに仕上げていくという意味で、そしたらですねこちら弱火で火をつけます。で弱火で火をつけてですね、少し温まってくるまでジュージューいってきますんで、そこまで少しお待ちください。はい、そしてですね今ちょっとしばらく待ってたらですね、こちらお肉がジューという音がですね聞こえてくるんですよ。で、この段階まで来ましたらですね、上から重しを乗せてあげるんですよ。これなんでかっていうと皮目をムラなくジューッと焼くためにですねパリパリに仕上げていきたいので、上から重りを乗せていきます。で、重りはですねもうほんと何でもいいです。水を張ったボウルでもいいですし、まあ別の形のフライパンとかですねに水を張って、上から乗せてもらうでもいいんですけれども、あの間にですね、キッチンシートみたいなああいうシートをかぶす、あの挟んであげるとですね、洗い物も少なく済むんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとあのなんとうち切らしてましたんで、そのまま直で行かせてもらいます。重りを上から乗せます。どういう光景なのかよくわからないと思うんですけれども、あの今重りを乗せた状態ですね。この状態で弱火のままですね、10分間放置します。10分間放置して、皮目の様子をちょっと見てですね、足りなければまた火を加えていくというような、そういう形になっています。そしたら、このままですね10分間放置してあげていってください。そしたら今ですね10分経って今重りを取った状態です。これちょっとひっくり返します。はい、今こんな感じですね。まあ少しパリパリになったかなぐらいに今なってるんですけれども、もう少しちょっと気持ち火を入れていきます。もうあの皮面を今10分弱火で焼いたんですけれども、見てもらって分かる通りですね、こっちの身の部分ですね、身の部分の方にもしっかり火が火が入ってます。はい、皮目の方がですねしっかり火が入ったのが分かると思います。サクサクしてますね。そしたら、弱火のままですねこっちの身の方の部分を、まあ、2分ぐらいで大体大丈夫です。あまり焼きすぎないっていうのがここからポイントになってきます。はい、2分経ちました。大丈夫そうですね。しっかり裏面の方も火が入ってます。そしたらこれ一度ちょっとバットの方に上げておきます。はい、そしたらですねこの残った油たちもですね、使って最後ソースを作っていくんですけれども、まずこちらにバターですね、バターを 10g 入れます。このチューブの 10g が難しいんですけれども、まあ、大体 10g ぐらいですね、入れますね。ここにですねまだ溶けきってないんですけれどもネギを入れておきます。とお塩が一つまみですね、まあ、小さじ3分の1杯ぐらいです。とこちらにレモン汁、ポッカレモンとかで大丈夫ですね、大さじ1杯入れます。とここに黒胡椒ですね、黒胡椒を、まあ、好きなだけこのぐらいですね、パラ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 っと入れてあげるぐらいで、そしたらこれ一度よく混ぜます。ネギにですねしっかり火を通してあげながら辛みを少し抜いていきます。甘みを引き出していくような感じですね。1分ぐらいですね、1分ぐらい少し火を入れてあげます。はい、そしてある程度少し火が入って、ネギがですねしんなりしたぐらいで、火を止めてもらって、こちら鶏肉の方に盛り付けるときにかけていきますので、このままフライパンの方に残しておいてもらって大丈夫です。それでは最後ですね盛り付けやっていきたいと思います。まずですね、チキンステーキの方を切っていくんですけれども、まずまな板の方に皮面を下にしてですね、こんな風に下にして置いてもらいます。切っていきます。ザクッと皮面を切るイメージですね。これあのなんで皮面の方からやっちゃうとですね、あの皮面がバリバリしてますんで身がなんていうかえぐれるっていうかですね、見栄えが悪くなりますんで、こう入れて
こうですね。まず、盛り付けはもう今日簡単ですね。鶏肉を真ん中に置きますと。で、まあ、フライパンに残ってるですね、ネギのこのレモンバターソースを上からかけていきます。最初下味でお塩を振ってもらってるんでですね、チキンステーキ単体でもすごいシンプルに塩味、素材の味がですねすごい生きてます。鶏肉のですね、そのまま食べてもらっても美味しいんですけれども、こちらにこのレモンバターソースを添えると、もうそれはもう無敵でしょうという、これまずいわけないですよね。で、最後こちらにパセリを少しパラパラ振っていきます。うまさが倍増した鶏もも肉にですね、レモンバターソース、ネギが入ってるんですけど、こちらと一緒に食べたらもう昇天すること間違いなし。ということで、いただきたいと思います。これですよ、これ見てわかるうまいやつというのはこういうことを言うんでしょうか。いただきます。時間に入っちゃこれは半端ない。こちらです。中はジューシー、外はパリパリ。幸せな気持ちになるな、本当に、はあ、生きててよかった。